今日はハンディモップの裏技をやります。はい、これは100円ショップで買ったハンディモップです。これも100円ショップで40枚で100円のフローリング張り替えシートです。はい、これをどうやったら吸着率を上げるか、こういう髪の毛、特にこういう凸凹してるところ、はい、こういうフローリングの凸凹してる隙間、なかなか取れないですよね、髪の毛入ったの。それをどうするかと言いますと、これです。はい、プチプチ、わかりますか？プチプチ。はい、これを、この同じ大きさにカットします。裏表がありますんで、凸凹してる方を下に、そしてその上に、ハンディモップを乗せます。ハンドモップか。そして、ここを止めます。はい、止めました。そうすると、凸凹してるところでも凹凸でも全部見えますか？見えますか？見えますか？はい、こんなに簡単に取れます。はい、こんなに集まりました。すごいですね。下にプチプチを敷いただけです。皆さんもやってください。こんなに簡単で安く、こんな感じ、シューッといけちゃいます。隙間も目地も全部、全部いけちゃいます。こういうタイルとタイルの目地の間、こういうところ、こういうところ見えますかね？全部取れます。ぜひ皆さんもやってみてください。以上です。